狙い橋は、山形県上野山市にある埼上川水系、菅橋流、金山川に架かる橋。明治時代初期の石像アーチ橋の遺構として、貴重なことから、1976年7月、上山市指定有形文化財に指定された。2009年には、山形の石橋群として、社団法人土木学会の土木、学会戦勝土木遺産にも認定されている。 メガネ橋の造りで、メガネ橋が通称にもなっている。上山市の奈良下宿に存在し、1882年に、竣工。大門石という業界岩が使われた石橋である。狙い橋の上流には、新橋という橋が存在し、こちらも、狙い橋と同じく石像のアーチ橋の造りである。新橋は1880年8月に竣工。当時の山形県で、 三島道常が河境に関わり、三島の発案で西洋の土木技術が取り入れられた。当時の金山川は洪水が多く、何度も木製の橋が流されたため、三島は石像の橋を建設するように命じた。工事費用は当時の額で1000円かかったが、県の補助金は300円で、残りの700円は住民たちが借り入れし、通行料で賄ったという。 新橋完成の2年後には、狙い橋も石像で掛け替えられた。三島はこの時、山形県令の職を解かれて、福島県令となっていたが、こちらも新橋と同じく西洋の土木技術が取り入れられており、三島が関係したのではないかと推測される。狙い橋の架橋の費用は、全額が地元の負担だった。ありがとうございます。